元 AKB48 の峯岸みなみ30が25日までにインスタグラムを更新。宮古島で夏を満喫する様子を報告した。この日、峯岸は1日目のランチ、ガーリックシュリンプはどうせ宮古島で汗かくんだから、こんぐらい塩分とっときな。と言わんばかりの味の濃さでとっても美味しかったなぁ、とつづり、ご機嫌な様子で宮古島の夏を楽しむ峰岸。 続けてそういえば噛み切りましたどうですかとボブになったイメチェンショットも披露そんな峯岸にファンからは宇宙で一番かわいい二枚目の親指が徹也なのよ指が徹也すぎるかわいい親指だけで徹也ってわかるかわいすぎるなあみちゃんのボブかわいすぎるすっごく似合ってます徹也が一番みちゃんのことかわいく撮れるよなあショートかわいい似合ってるよ 本当に全部かわいい、ボブの破壊力えぐい、短いのも似合うね、髪の毛可愛いすぎる。とても似合います。などの声が寄せられた。2022年の8月にユーチューバーグループ、東海オンエアのリーダー哲也とゴールインした峯岸。今回の投稿でも写真に写り込む夫の指に反応するファンも多く、今もなお話題のカップルのようだ。1つ前の投稿では、 同じく宮古島で初のシュノーケリングを報告した峯岸。大海原でウミガメと戯れた感動を綴ったほか、別の投稿では水着ショットで海を満喫する様子も披露している。